際教育学部の、学びを通して、まあ、将来の糧となるような本当にいろんな経験をさせていただいたことが良かったことかなと思っております。一番大変だったことは、将来のキャリアが、想像できなかったことかなと思っております。で、まあ、大学3年の終わりまでは全然想像はできなかったんですけども、まあ、その間に、まあ、自分の興味のあること、まあ、関心を常に追求して、まあ、いろいろ挑戦したことが、まあ、乗り越えることにつながったのかなと考えております。入学する前はもう本当に英語を使っているイメージが全く持てなくて、でただその入学直後から始まった本当に英語の授業とかで、こういうふうに使っていくんだとか、でそこから英語を使えるようになりたいなっていうふうに考えるようになったのが間違いかなと思います。私が高校生の時はもう本当に部活動しかしてなくて、当時はハンドボール部に所属をして、もう毎日練習して疲れて帰宅というふうな生活をしていました。やはり学部の生活の中で常に英語を使ってきて、入社してすぐの配属後もう海外の取引先と本当に直接やり取りをできるような、まあ、そういったポジションにつけたので、まあ、学部の中で培ってきた英語力、英語の勉強というところがすごく役に立っているのかなと考えております。国際教育学部の中での思い出としては、最終学年で取り組んだ卒業論文になります。まあ、いろいろこうゼミの担当の先生と調整をしながら自分のテーマに沿っていろいろ研究を進めていったところが、まあ、その後のもう、社会人としてのキャリアを進んでいく上でもいい経験になったかなと考えております。まあ、創価大学での学び、まあ、特に、国際教育学部での学びを通して本当に自分が想像のつかなかったさまざまな経験をさせていただいたと考えております。で入学前には本当に微塵の想像も、つかなかった経験を学部の、まあ、勉強を通してさせていただいたので、まあ、ぜひとも、国際教育学部にチャレンジしていただき、自分にしかできない経験をしていただきたいと思います。